はい、皆さんおはこんばんにちは、コートレックでございます。今日はこちら加藤の789系1000番台ですね。こちらのライトをキーファクトリーさんの基板に交換していきたいと思います。こちらがキーファクトリーさんの高感度 LED の基板でございます。1個800円ぐらいですね。なんで2両で1600円ですかね。電気系統も苦手なんですけど、こちらはあの中の基板を交換するだけなので、苦手な人でも簡単に交換できちゃう基板でございます。それではボディを外して基板交換を行っていきたいと思います。この作業は僕もあんまり得意ではないんですが、そんなに難しくなかったです。初めてやった時の印象ではそんなに難しくなかったかなって思います。なんかこんな風になってますが、これですね、これがこの部品が結構元に戻すのがめんどくさいので、この終電臭ですかねっていうんですかね、これに直接ハンダして固定してもいいかもしれないですね。でこれを交換するだけなんですね。キーファクトリーさんの基板に入れ替えるだけです。これがね、なかなかスポッと入ってくれるんですけど、またすぐ取れちゃうからちょっと苦手ですね。でも大まかな改造ってわけではないので、初心者の方でもできるんではないでしょうか。僕でもできるんで、はい、組み込んでみました。これで光るかまずテストしてから座席をはめていきたいと思います。光りますね。でははめました。ヘッドライト、テールライト、問題なく光りますね。あとはボディをはめたら終わりです。こんな風に結構明るく光ってくれます。同じ要領で他の車両の基板も取り寄せたので、ついでに交換していきたいと思います。次の車両は E353 系ですね。こちら実はもうヘッドライトついてるんですよ。さっきの789系1000番台と同じ光量の電圧にしてるんですが、この暗さ結構交換されてる方もいらっしゃるんじゃないんですかね。こちらの基板も取り寄せたので交換していきたいと思います。 E353 系用のこちらキーファクトリーさんの基板ですね。こちら加藤の敷島にも使えるみたいです。ではボディ外して交換していきたいと思います。こちらが E353 系の座席を外した部分ですね。こんな風になってます。こちらに入っている基板をまた取っていきますね。ボディはめました。ちょっとびっくりしました。結構違います。かなり明るくなって、より実車に近づいたんじゃないんですかね。ヘッドライト結構明るいですね。テールライトも明るいですね。こちらのキーファクトリーさんの製品なんですが、概要欄にキーファクトリーさんのホームページの URL を貼り付けております。でそちらのホームページに行っていただいて、注文フォームから欲しい車両の製品番号ですね、そちらの方を記入して送信していただいてご注文になります。詳しい注文方法はキーファクトリーさんのホームページの方をご覧ください。では今日はとても短い動画かもしれないですが、こんな感じでキーファクトリーさんのLED の基板の紹介でした。皆さんもよかったら使ってみてください。とても簡単です。それじゃあ、またね。バイチャップ。